どうも皆さん、キミ F です。積み毛を崩す系、そしてソルト&サンクチュアリー続きをやっていきたいと思います。で、なんか随分と探索散らかしてる気がするんだよな。あんまり良くない気がする。なんかどんどんボスがいた、この人たちは多分あれなんだろうな、なんか単純にその辺にいる NPC とかと覚えばいいのかな。なんか知らんけど EXP もらってんだけど、なんだあれは。まあいいや。これ何、なんか表示されてんな。これツイキャスの方にも表示されてんのかな。これなんや、今まで倒したボスのことかな。まあいいや。で、とりあえずここに到達したのよね。あっち側は見てない。でもこっち側も全然見てないと思うんだよな。もっと言うと、最初の方のまだ行ってないとことかにも一旦戻るべきなのか。そのうちショートカットとかが繋がったら行こうかなとは思ってるんですけど。あとこのクレームは強すぎだろ問題ね。俺が今まで縛ってたのか、自然と筋力を上げすぎちゃったのか。あ、やばい、あぶね。これができちゃうのよね。これができちゃうのよ。強すぎじゃない？リーチが長い、攻撃力も強い。まあとりあえず使うかな。使いたかった武器だからな。これ下に降りてってるけど、ここにも死体がありますね。よく見るとアイテム、革の指輪、筋力の上昇。単純に今装備してるのは攻撃力、あ、違う、ライフの最大値の減少も少なくなる。あれ？なんだ？体力の上昇、あれ？あれ？壊れたりするのかな、もしかして、あれ。暗黒耐性、フォーカス、値として適用。あれ？俺攻撃力が上がる指をつけてた記憶があったんだが、壊れたりするのかな？それともあれかな、なんか一個一枠飛んじゃってるんで、配信ミスで。大丈夫だよね、今回。配信されてるよね。配信されてる？配信されてるね。クラッシュ、OBS がクラッシュしたことに気づいてなかったんでね。一回。で、あれ？あ、アミュレットだ。あれ、アミュレットと指輪って別？アミュレット。これだよね、確か。これこれ。あ、装備してなかったのかな？いや？あ、別なんだ、やっぱり。別なんだ。あ、じゃあ、ちょっと待って。じゃあ、今までさ、最大値が減少してたなーって見てたの、これつけた上で減少してたのか。そうか。どうしよっかな。まあ、いや、今攻撃力に困ってないから、とりあえず攻撃力アップはつけなくていいか。さらに下に行くのと、あっちに行くのと。マップ欲しいな。マップあんのかな。え、ちょ、やべえ、ちょ、くった、あ、ぶねえ。あ、逆に言うとあれか。今みたいな折り方をすれば落下ダメージがない。だいぶ高いところから落ちましたもんね。あそこから落ちたんだもんね。でも登れない。どうしようか。道がいっぱいあるね。
わー、どんどん下るね。後半も、ああ、いいね。ちょっと待って。待って、こっから向こうにも行けそうだな。いや、だからこの探索散らかすのは良くないと思うんだよな。どこかどうだか分かんなくなっちゃうから。暗い。うん、あれでも来たことあるだろ最初に。あいっ、あぶね、あぶねじゃねえ、やられてんだよ。なんか最初に来たところっぽいな、あそこ。ゴールドいっぱいあるんだけど、ゴールドの使い道がいまいちないのよね。半額を取られるから、死ぬたびに。どんどん使っちゃった方がいい気がするんだけど。どうしよっかな、本当に。さっき言ったのこっちじゃないよね。こっちだっけ？強すぎるかな。ん？あ、でもここがここに繋がってんのか。そうかそうか。だからここが最初の入り口のところ、こいつが2体出てる。まだいる。見えないんだよね。あっとー、うっ、やべ。上に帰れないんだよな。なんか上もすごく中途半端にいろいろやり残してると思うから、上に帰りたいんだが、上に帰る手段を探すか。っていうか多分いけそうだよな。とりあえずそれを目的としよう。探索、あっちもこっちもって言ってたら、あそこになんかあるね。あっちもこっちもってやってたら、どんどんと、散らかしながら探索しちゃうことになるんで、まずは、道をつなげる。頭の中でも、マップをつなげる。で、そのためにはとりあえず元行った場所に戻る。やったい。そうだね、これと強攻撃がこっちなんだけど、こっちの方が出が早いかな。あー、まあ同じぐらいか。逆に言うと同じぐらいが強攻撃とあれの出方が。ちょっとあそこの上になんかあったから、そこに行ってみようかなと思ったんだが、ちょうどこの真下だよね。じゃあすぐには行けないか。どうせあそこ通るときに気づくから、とりあえずはほっといていいか。やべ、こっからどんどん上に戻れるかな。あっちもあるね。そこの家入った記憶があるか。戻ってこれてるかな。ここ来た感じがあるな。戻ってこれてるだろうか。ここボスがいたところだ。多分。あ、そうですね。はい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 。こっち確かなんか逆さまになってるやついたところじゃないっけ。ああ、そうだね。
なんかそこにセーブポイントがあるってことは、ここを拠点にどっかにも行けるんでしょうけど、てかこの1個前の俺も多分元の場所に戻りたくてこっち側になんとなく来てたのかな。ということは俺はそれができてなかった。あ、これ拾った鍵だな。どこに繋がってんだろう。なんかいろいろ道が繋がってくのはいいんだが、あー、あれ違うな。あれここでもどこのセーブポイント、とりあえず一回セーブ。いや合ってるな。これあれだよな、逆さまのやつの道だよな、そこの上の道が。だからここが繋がった、ここを拠点に行ける？足場があるようには見えんが、でもわざわざ鍵かけてて繋がってるんだから、なんか意味はあるのかな。一回飛び降りてみるか。死にはしなかったし、これは錬金術師のボスと戦った場所だな。マップ上は同じマップだったか。こっちアイテムしかなかったよね。いやいや、そういう考えが良くないと思ったけど、とりあえずいいや。戻っては来たか、一応。あ、届かない。一撃で倒せるね、スライムも。お前はどうだ、試し切りしたんだっけ、こいつで。したっけかもしれないな。なんか記憶が今思い出してくるな、この切ってる時の切り味で。フェスムッド、まあいい、後で見よう。で、こっから砦、あーで、こっから降りてきたんだから、一応戻っては戻れはするか。繋がるのは繋がりましたね。どう探索しようか。とりあえずこっち側から行こうか。こっち側が一応さっきの森の方に近い位置ではあるから。あ、でもこれあれだな、あのサイクロプスみたいなやつと戦ったところに繋がってるとこだな。こっち何もないんだっけか。こういうのなんなん、これなかったよね。一応じゃあこっち先に見てみるか。めっちゃ首刺さってて、この首俺と同じ種族で俺と同じ装備してるからめっちゃ嫌な感じだな。過去の俺かな。瞬きしてない、なんか目ギョロギョロしてんな。不死者なのかな。あ、いや、こっちも来てるな。そう、ヘイガーの洞窟っていうのは別のエリアだからやめとこうっつって、俺は上に行ったんだ。じゃあ、あれかな、遠いけど繋がってはいるな。いや、こんなに たくさんのこいつと戦ったっけ。こっちはまだ見てないんだっけかな。これもなんかあんまり意味はないのかな、この吊るされてるやつ。あの目玉のお化けと戦ったことだからこっちには来てないし、あれは新手だな。呪われそうだな、見るからに。時間で出てきたのかこいつは、それとももっと上から来たの。で、なんだ、あ、補助系だな、あいつ。どれぐらい範囲がでかい。一発じゃ無理。二発。あいつなんだ。ここ安全かな。一回もうちょっと引いてから。
それこいつが見てないよね。クラウケンが進化。やっぱクラウケンっていう種族は敵の種族なんですね。海の種族、海に生活する。噂に、ああ、なんか最初に戦ったのもクトゥルー系のあのボスだったから、最初に戦ったっていうか勝てない、勝ててないんだけど、でしかも録画に残ってないんだけど、あれはやっぱりクラーケンっていう扱いなのかな。それはキングスフィールド2を彷彿とするので、やっぱりその辺も意識はしてるのかな。エッジフィールド、あ、こいつは見たね。ラズピン、あ、名のある人だったのか。あ、こいつも、あ、こいつもクラウケン、人間じゃないってことか。道家を求める、道家を求めるってどういうこと。この姿をするようになるぐらい道化師を求めてたんだよね、うん、どういうことだろう。あ、こいつ、こいつ錬金術の失敗。こいつも人造の生き物か。美薬を飲んだ人の慣れの果て。特に何をやってくるみたいなのは書いてないけど、なんかやってたよな、あいつ。これも多分処刑台なんでしょうけど、聖なる武器そんな、あ、ちょっとここは良くないな。もう後で見よう。犬ね、下からゾンビとか出てきそう。先にあいつをやっちゃうか。やっぱり建物だな。別にエリアが変わる。紅の牢獄か。どっかに実は地図があったりするのかな。いや、これはオプションだな。こういうのが全然やってないんだけどね。それでこの強さだからな。沈んだ砦って言われてるぐらいなんだから、相当下の方にあると思うんだけど、この島の。それでもまだ下があるからな。ここにお墓とかなかったよね、さっき。これお墓だよね。やっぱりなんか、うっとい。降りてこい。なんか変な、あ、ああいうの、うん、違う種類。う、あれ当たっただけで、あれか、投げ技なんだあれ。こいつのキングスフィールド方にこういうデザインのエイリアンっぽいデザインのやつ出てきましたからね。なんとかエレメンタルって名前で。キングスフィールド時代から意識してくれてるのかな、この人は、作ってる人は。俺がくれてるのかなっていう表現もよくわからんけど。あれ、これ繋がった。あ、繋がった。臭いな。あ、繋がったわ。ついでだ、レベルアップしよう。なんかレベルアップしまくってるけど大丈夫なんですか感もあるんだよな。スキルツリー、こっちに、あ、これは取ってるか。クラスさんやり使い、何がいいかな。
療か。とりあえず取っといていいかね。全然困ってないんだよね。で、こっち側は行けるところは一通り行ったかな。だとしたら、あそこのセーブポイントの右側に行った場所か、洞窟かさっきの牢獄？これ最初のところからさ、あ、落ちた。かわいそうに。最初、あいつも落ちた。かわいそうに。最初のところから、行けてない、最初のところで行けない場所があるから、村、最初村に行っといでみたいに言われて、村に行って、その村からどんどん、こっち側に来てるんですけど、要するにそこに、いつか戻るんだよね。これさ、そこの下のところ飛び移れるかな。ちょっと待って、ジャンプってさ、例えば、いや、これだとちゃんと重力が働くな。だからただ飛んだ方がいいな。ダメでしたもっと軽ければいいのかな。そういうのはありそうですね。私の装備一番軽くはないはずだから、今もっと足が速かったはずだから、裸に近い時。こんなご了承もできるよ、今なら。やべ、ちょ、あー、ちょっと出ちゃった。帰ってきた。こっちってちゃんと見てないんだっけ。いや、見たよな。この戻るだけかな、ここは。だとしたら、やっぱり、あのセーブポイントの右側、あとなんか、ここ降りれそうってところあったな、そういえば。この辺だっけか。あ、ここのあそこ行ってないね。落ちちゃったんだった。暗いな。聖なる光。さっきのあれから魔法かな。松明も、下にも洞窟あるな。松明も一応消耗品だから。一応つながったのはつながったんだよな、ここに。で、確かこの下だっけか。ここだな、行ってみるか。ここでも処刑台があるところかな。すげえ湧いてきた。この湧き方それっぽいな。やべやべやべ。逃げるね。ああそうだな、繋がっただけか。
こいつ何も落とさんのかな。もうちょっとだけこの辺を見てみて、でもう場所がないっぽかったらセーブポイントの右に行こうか。その洞窟はまああと、ここだってあれだもんね、ボスと戦った場所だもんね。まあちょうどソルトもたまったしいいか。あの取り方がまだわからんが、実はこの辺から出れる？そういう感じではないな。ちょうどこの下なんですよね。いやそういうことではないっぽいな。いや、セーブして、これあんまりレベルアップしない方がいいのかな。でもただソロとか無駄になるだけだもんな。また足場が悪い。なんだ指輪で死んで帰れってことか。これだ、エレメントの不均一が修正される。どういうこと。死と、まあいいや、とりあえずなんか魔法系っぽいな。あ、これで復活するんだ。なんだ、死ななく死ねってことかと思った。よかったよかった。一回セーブしといて。洞窟か、牢獄か。でも牢獄の方が土地的には先にあったから洞窟が先かな。洞窟だと下だっけか。ここですね。暗いのは嫌なんだが、ヘイガーってなんだろうな。あっちからも来れるようになってるが、あれ？あーん、ここで行き止まりか。あっちから来るしかないってなると、この先の紅の牢獄だっけ。ここいっぱいやつ出てくるんだよね。避けない、ダッチロールしなきゃよかったね。あ、復活させてんのか、厄介だね。あいつあっちか、あっちに行くんだったらいいんだけど、追いかけてくるんだったら嫌だな。じゃあこのゾンビたちはあいつが復活させてるってこと。じゃあここ無限湧き地帯みたいなことかな。レベル上げみたいなのには使えそうだけど、いやでも大したソルトではないな。
うん、一撃ではない。装備も違ったし、新手かな今のやつは。罠とかありそう。もう使えないし。どういうところだ。あの鎖に飛び移れるのかな。なんかそういう鎖に見えないな。あれ多分エレベーターの鎖だろ。どっかからエレベーターを動かすのか。あれ？じゃあ行くとこなくなった。飛び降りてもいいんだけど、飛び降りるには惜しいソルトの量なんだよな。あれ？すごい、そう、散らかしながら来ちゃったから、あそこ行ってねえんじゃね、あそこ行ってねえんじゃねみたいなのが結構あるんですよね。ただそれをちゃんと覚えてないんだよな、もう散らかしすぎて。とりあえずレベルアップだけして飛び降りてみるか、あそこ。最初の方のエリアにもね、ここ飛び降りてみるかって飛び降りて、下にデカブツが いたところ、痛い。ここで死ぬか。パターン入ってたの今完全に。最初の、そう、最初の頃にのところにも明らかにあそこ行ってないよねっていうところがあったんですけど、もはや具体的にどこだったかが思い出せない。48死なない時もあった。ソルト思ってたから。それともその辺の HP の値はランダムなのかな。ちなみに今のやつって新手なのかな。こいつだ、拷問者、拷問担当。なるほど、飛び降りてみよう。そういうとこじゃないな。そしてやっぱり昇降機なのは合ってるな。2000いくつのソルトでもそこまで惜しくはねえなって思えるぐらいにはなってしまったな。どうしよっかな。探索ゲームだから別に探索してる分には私は楽しいんですけど、配信してるときにそれでええんかっていうのはあるな。実はなんかアイテム手に入れてるとかあるかな。そこもいけてないよね、そういえば。いくら雑魚とはいえやっぱり数が届かないか。数が揃うと厄介ですわね。
あの逆さまのやつの話を聞くべきか。そこに行けないのかな。このエリアのもっと上に行けないかな。あるいはやっぱりそこにこっから飛び降りるのか。行けそうなんだよな。でも行けないんだよな。そこの上とかもね、上には上がってるんですよ。海の下の墓、入って行ってみようか。恐れず印、ああ夜勤がうんぬんって言ってたけど、これか。反転の夜勤。ああなんか実績がどんどん解除されてるのかな。重力を、ああオベリスク、オベリスク、あこれのことかな。あもしかしてあれか、ファストトラベルが可能になった。はい。おお、あ、ファストトラベルじゃなかったけど、あ、なるほど。逆転し、あ、時間だ。時間によってだ。オッケー、オッケー。じゃあこれだな。あそこ登れないの？なんか。絶妙に届かんな。こうか。縦、上もあるね、ここ。どっかから来るところっぽいな。とりあえず一個道がっていうか、あ、どっかのショートカット。あー戻ってきたぞ。あごめん、お前切りそうになった。あー変わってないね。韓国属性の付与。とりあえずはいいかな。ありがとう。何も買ってないのにあれ言ってくれるの、いい人ですね。あーそっか、最初のところに戻ってきたから、あのオベリスクの力を使っていろいろできるようになって、ここにもあるね。おお、なんかシリーズものですね。なんかが開いたぞ。ここでいろいろいけるようになったんだろうけど、そうなると先に進むところよりもこの能力を使って他のマップでいけるところがあったんじゃないっていうのが、それを調べたいな。それも順番に調べていけばいいか。怖
開いてたっけ、開けたんだっけか。あ、ここか。とりあえずここでセーブして、で、私は今どれぐらい配信してます？40分か。そうだな、じゃあ一旦この枠はここで終わりにして、で、次の枠探索会にしようかな。何の収穫もなかったら YouTube にアップしないみたいなもしくは録画も公開しないみたいな、ツイキャスの方に。とりあえずこの枠はここで終了いたします。どうもお付き合いいただきありがとうございました。